そういったところでスタイリストになるっていうのがまず不可能っていうところもあったり、あの全日制2年でっていうスタイリストデビューコースと一般普通コースっていうのがあるってことなんですか、うん、そしたら今提携してる、あ、タイアップしてさせていただいてる専門学校はそういう感じで、うん、ああ、で金額が違うんですか。金額は一緒ですね。金額は一緒なんですか。それ全国的にやった時には一緒で、あ、そうか、美容室側がお金を払う。そうですね。これけど逆に僕の東大化計画聞くとそっちの方がいいなって思いません？教える側の人メンバーもやばいですよ。もう校庭みたいな人たちが習います。で多分習った先で雑誌とか載ってるようなサロンに入れちゃうっていう需要として、このスタイリストが入ってきてほしいっていう需要とアシスタント取りたいっていう需要もあると思うんですよね。あのオーナーがトップスタイリストでアシスタントが欲しいっていう需要のむしろ個人店に関しては多い気がしてるんですね。だから経営者層からしたら入ってきたらスタイリストって生産性乗るしいいやんって思うんですけど、いざやっぱ個人店からするとアシストしてくれる子欲しいっていう、まあ、というよりもぶっちゃけ雑誌とか芸能人とかいっぱい来てたりするお店もまああるわけじゃないですか。そういったところでスタイリストになるっていうのがまず不可能っていうところもあったり、あとは別に雑誌とか載ってなくてもやっぱりこだわりがある都内のサロン、もちろん大阪もそうだし福岡もそうだし、技術で売ってるところが結構たくさんあると思うんですよ。多店舗展開してるわけではなく、その時にその技術で納得するのかっていうところもすごい大きな壁になるのかなっていうのは、就職先がなんか選べなくなって、あ、そうですね、だからちっちゃくなるイメージはありますね。そのスタイリストデビューってできるのは叶うんだけど、みんなが選べる店が限定されるとかっていうリスクはどう思われますか。スタイリストまで練習したからして違うとこ行ったとしても少しは力に行った時に手数料がかかるわけじゃないですか、うん、ああ、そうです。でも向こうはいや何のことってなるかもしれないじゃないですか。ああ、なら断られちゃうわけですよ。なら2年間やってきてスタイリストになれるって言ってやったのに、入りたいところに行ったら向こう側からして、え、お金かかるんだったらいらないですって言うかもしれないっていう。ああ、そうそう、言うかもっていうか、ほぼ言うだからそこで僕は広がらんのじゃないかなって思ったっていう、うん、まあでも郊外であれば欲しいっていう、まあ、そうそう、確かに、うん、なんで多分全国的にっていうところを多分もう少しだけ絞った方が、うん、そうですね、その全国的にっていうともうかなりでかいベースになってくるので、うん、茨城でやるのはいいとか、むちゃくちゃいいですね、うん、栃木とかもいいと思います。都会は難しいかもしれない、はい。